新緑の時期にチャンネル更新よいしょ来ました。すごいんですよ、もううちらの YouTube の勢いがとどまることを知らないです、うん、はい、昨日なんか連絡が来て、うん、3兆人の登録者数を叩き出したということで、昨日玄関をパッて開けたらヒカキンが私の靴舐めてました、ね、はい、というわけで本日はですね、ゲストをお呼びしております、はい、この方です、バッドナイツ常田さんです。ありがとうございます。ようこそようこそようこそ。ちょっとすいません、自己紹介いいですか。 ありがとうございます。はい、すいません。もし太陽が輝くのをやめるなら自分が輝けばいい、バッドナイツ常田です。ありがとうございます。ちょっと前から思ってたんやけども、意味わからん、意味わからん、意味がわからんねんな。今のは僕がもうずっとやってきてる、もう一番わかりやすいプレーンのやつ。それ意味わかるを聞いて、はい、どうなったらこれは笑いではないですね。輝けばいいと思ってんのはええねんけど、その、はい、言われても知らんから。ポエムっすよ。ポエム他なんかある？あ、他です、うんうん、だからこれ笑いじゃない、うんうん、笑いじゃない、うん、ない、うん、刺さればいいんです。あ、そうだね、あ、心の扉が開いて、うん、奥をコンってなればいいんや。刺されちょっと刺さるかどうかですよね、はいはいはい、じゃあこれかな、うん、もし信じてた人に裏切られたのなら、うん、また信じればいい、バッドナイツ。いや、まあ信じればええやん、勝手にそれは、はい、初対面の人に言わんでええやん。谷川俊太郎に 100-0 で負けてんで二人の心の鍵穴、うん、そう、うちらの鍵穴、そうだ、これだ、うん、もしホットコーヒーの味が苦手なら、うん、頭からちょ、遅いわ、ほんまにすっと思っててん、遅ーってこんな俺、自己紹介で行かれます。遅い、おもろいと思ってない。いや、面白いじゃなくて、うん、言葉を一個一個やっぱ出ていきたい。ウケると思ってない。ウケると思ってない。太陽のやつ、普通の速度で言って。普通の速度で、うん、もし太陽が輝くのをやめるなら、うん、またか、もうどっか俺になってるやん。頭が追いつかないです。なんでちょっとラップっぽい感じがしてるの。コーヒーの、なんて、コーヒー豆が、だからホットコーヒーの味が苦手なら頭からかぶって暖を取ればいい。じゃあもうほんまに全然わからんわ。ほんまに考えよう。なんでホットコーヒーの味が苦手なら、わかるでしょ、だから頭からかぶって暖を取ればいい。何言ってるんだ、わかるでしょ。飲めないってことでしょ。え、どういうこと。え、だから冬にできたやつなんでしょうね。わからへんな。その半分はもう迎えに来てもらわないと。村上、どこが一番嫌。頭からかぶって、いやな、そうやな、私も思ってて、ここがもうものすごいお笑い、お笑いしてるの。そうポエムの皮をかぶってお笑いしてます。これ言うたら、これ1個目に出せるわけやろ。これ3発目とかに出すんやな。違う。ホットコーヒーの味が苦手ならコンデンスミルクや。ちょっと待ってください。俺の自己紹介変えてく感じですか。ホットコーヒーの味が苦手ならコンデンスミルクを入れて、うん、これ段おかしになってくるな、ほんなら。で、おかしになるわ。これは自分で考える。そんな何でもかんでも先生に、そんな。え、ちょっと待ってください。今日お笑い登場みたいな。ホットコーヒーの味が苦手ならコンデンスミルクを入れて。意味わかる。うん、うん、一気飲み。一気飲み。合ってんすかこれ。猫舌さんごめんなさい。猫舌さんごめんなさい言うた。いやいや、もう A マッソさんのやつじゃないですかこれ。ホットコーヒーの味が苦手なら、うん、コンデンスミルクを入れて、うん、一気飲みすればいい、うん、猫品さん。ちょっと長すぎるな。ごめん、ほんまに長い。で、なんで長いかって感じたと思う。遅いからやん。最初にテレビ出れた頃より 1.5 倍は早くなってます、うん、なってんねん、やっぱり。ちょっとうちら考えるわ、もうそれやったら。どういうこと、ね、やな、見てられへん。つらだです。これ、まあ基本やね、はいはいはい、つらだですよ、まあまあ、よろしくお願いします。つらだってどういう人間って聞かれたら、あの後言えばいいのよ、うん、なるほど。そうなんです、よろしくお願いしますって言って、あいよーって言われたら、もうそれ以上したあかんよ。村上ちょっとほんなら先輩やって、で俺は後輩、うんうん、あ、なるほど、うん、あ、スキャンダルが多いな。スキャンダルが多いわ。フライデー見てるわ。村上さん、サタデー。村上さん、あ、つやです、お願いします。はい、今日よろしくお願いします。お願いします。ほらー、いらんねやん。
いや今まあまあ、はいって言われて思ってる。打足も打足やで。今の帰らされるまでにねじ込める。はい、早くしたらねじ込めるから。村上がまた戻るまでね、サタデーに戻るまでに絶対ねじ込んで。わかりました。昔のおみくじ見よ。トン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 。小吉、ご挨拶よろしいでしょうか。はいはい。ガチャ、せやです、よろしくお願いします。はい、もし太陽が高い。ほら、間に合ってないよ。ほら、はい、もっと早く行かないと。今のはだいぶ悪い先輩でした。ほんまにタイトにして、あのもう概要でいいわ。もう何かが分かればいいから。分かりました。爪切ったな、爪切ったな。コンコンコン、挨拶よろしいでしょうか。はい、バトナイスセナです。はい、はい。早いっすもん。だってもっと気を引けば、一回こっち向いた時に気を引いて、で村上が見たくなるものを見せたら自己紹介できる間が生まれるから、ここでタイトルにねじ込む。行こう。見るもんもなくなってもうたわ。コンコンコン、はい、挨拶よろしいでしょうか。はい、どうぞ。ツヤです。太陽が輝くのをやめるなら自分が輝けばいい。ツヤです。お願いします。失礼します。いけたやん。いけたやん。今ので合ってます。どう思った？男の人の力強いと思った。あれ今何鍛えてるんですか。土砂降りっす、マジ汗。あ、新しいやつ行かせてもらいます。DJ の D とダンサーの D と常ダの D でトリプル D。バトナイスセナです。なるほどね、はいはい、OK です。いや、その入ってくる感じがもうゾワッとします。怖いんですよ。さっきと違ったね。 D と、ダンサーの D と最初 DJ やわ。一回返させてください。そうでしょ、D が OK。 これ字に移すから聞き取れましたんで。聞き取れました。ああ男の力。DJ の D、 DJ とね、あ、ここのダンサー、このお二人、いずこに、えごめんなさい、あのどこにいらっしゃるんですか、これは。もう喉越しで飲んでください。もう飲み込む。喉越しで飲んでください。はいはいはい。喉越しで飲んでください。え、ま、待ってください。向き合ってきたお笑いの10年間を今日否定しに。何、Aマッソさんって一回それ書いてお笑いやってる。口で飲まれへんわけやからね。口で飲めるもの何になる。ジュースと。ジュース。口で飲んでください。ジュースです。ジュースちゃうやん。お笑いのギアが早すぎてもうついてきてない俺。あ、ジュースです。バトナイスツヤです。もうええわ、感じ悪くて。というのもね、村上がね、とてつもなく自己紹介がうまいんですよ。え、それで常田さんといえば自己紹介ってなってるのが、だからうちを差し置いてという気持ちがずっとあってね、うん、そのつっかかりだったんだ。ごめんなさい、ほんまにね。いいですか、一回見せてくださいよ、それは、うん、こっちもそれは言わせてもらいますわ、うん、自己紹介やってきたんだ。そうやな、うん。どうも、2019年からやってきました、うちこと村上です。ほら、もうもうわかんねえ、もうすごい入ってくる。もう声が通ってるだけですよ。これでは負けてないわ、全然、うん、いや、これちの方が強い。みんなが受け入れやすい姿勢見た。よかった、姿勢は綺麗さ。うん、やっぱりこっちはあ、張り合ってくる。どっちの方が自己紹介できるかって張り合ってる。もちろんそうでしょ。こんなんやったらどっちがうまいか。次の企画で決めます。チャンネル登録できるんやったらしたらいいと思う。お願い。